楽勝だぜ。ありがとう。よし。小型がいた。片付けるぞ。はい、グレー様。へばったか。そういうお前も余裕なさそうだな。ダイナ島演武から連戦で魔力が尽きかけてる。これ以上戦いが長引いたら諦めるのはまだ早いわ。ウルティア、どうしてウルティア。話は後よ。何をしても私の罪は許さない。フラッシュフォワード。みんな気をつけて。アイスメイク、アイスブリンガー。天神のロタク。強靭白鳥の翼。フレー様。どうにか追い払えたようだな。でもこれ以上。ジュビア、お前に一つ。ジュビー。いや、ジュビアには大したことかもしれ。これってもしかして愛の告白。ジュビア。
クレイ、私の人生は呪われていた。だけどグレイ、あなたが私に人として生きるチャンスをくれた。その魔法は使ってはならん。時を戻す代わりに術者の時を全て奪う。それがお前の望む世界か。今なら望むわ。私には生きる資格がない。私の命ごときで世界を元に戻せるなら、私はこの命を捧げる。時のアーク、ラストエイジス。お願い、世界を元に。せめてエクリプスが開く前に、私の命の分だけ時を、時が戻っ、一分、私の、そんな、私、でもこれ以上、ジュビア、なんだ今の、俺が殺される。ジュビアも見ました。なんだよ突然、自分のあの辺りから小型が現れて。本当に来やがって、どうなってる。誰かが教えてくれた。誰が、血流の猛攻。血流の猛攻。こっちか。なんだ、一瞬奴の動きが見えた。その一分が人類の反撃の起点となった。今のは一瞬、未来が見えた。シャルルの力か。私じゃないわ、オイラでもいないよ。それは分かってる。姫、ここは魔導士。いいえ、ここにいさせてください。みんな、これ見て、ルーシー様、未来の私のメモ帳なの。万が一この時代においてエクリプスが破壊された場合、未来、これはどういうことだ。つまり今この時代でエクリプスが破壊されたとするでしょ。すると未来はエクリプ、未来にエクリプスが存在しなければ、ローグはこの時代へ来る。そうか、ローグが未来から来なければこの世界を。しかし、すでに起きてしまったことを。うまくいけばドラゴンもローグもこの時代から消える。やってみる価値はあるわ。しかし大きな問題が一つ。ありったけの魔力をぶつけるしかないわね。はい。魔力耐性の強いマギナニウム合金を使っている。簡単に破壊など。よし、未来のローグをぶっ飛ぶ。お前に従う。よろしくな。
素晴らしい。これがどこの力があれば必ず悪のロギアを避けよう大地、燃えよう大空、消えゆけ命の灯火、影はここに光となる。絶対的な光、そんな汚え光はいらねえな。夏か、俺たちの光は心の中にあるんだ。お前の照らす光じゃ何も見えるんだよ。なぜ夏がドラゴンに乗って裏切ったのか。あと我が心に従ったまで、イグニール。行くぞ。おっちゃん、カリューのでっかい影に沈め、エイリューの深淵。ナッツ、これを食え。よし、アトラスフレイムの炎を食った。英雄の炎弱戦。グレンフォーワーカーン、英雄の斬撃。お前は自分の時代に帰れ。戻るつもりはない。それじゃ今のローグはどうなるんだ。いずれ俺と俺は一つの影。ローグの未来も奪う気か。未来などない。悪のロギアがいる限り。ナツルーシー、ベンディ、エクリプスはアルカディオスさんたちに任せるしかない。私たちはローグさんを。ドラゴンにはドラゴンが来い。我が炎の体に、私の混合の体は炎を焼け、我が極炎を侮るでないぞ。グレンフォーワーカーン、白英竜の王冠。ドラゴン同士の
使うわ。フロッシュはどうした？死んだ。生きてるさ。今、この瞬間は怯えてるだろうな。お前のせいで死ぬ。フロッシュ。どうせ死ぬ。一年後か。守らねえのか。守れなかった。今、生きてんだぞ！俺は猫一匹と戯れていた頃の俺じゃない。お前、絶望を知らぬ者には分かるまい。やっと手に入れた希望にすがる者の狂気など。なっ、分からせてやれ。仲間を捨てたのは勝利を捨てたのと同義だということ。グレイ、エルザ、待たせたな、夏。落とし前つけねえとな。次から次へと鬱陶しい。モード、白栄竜、マザークレア、一気に蹴散らすぞ。
前衛。ごはドラゴンから倒すしかねえな。今だ、ローグを狙うぞ。おのれ、カリューの却下、ハクエイリューの始祖。ヒール、ありがとな。開け砲兵宮の扉、エクリプス？なんでだ？ミライの私がメモ帳に残してたの。ここでエクリプスを壊せばミライでも存在しなくなる。そうなればローグはこの時代へ来る手段がない。ローグがミライから来なければこの世界は本当の歴史に戻るってことか。もしかするとこの時代のローグさんを倒さなくていいかもしれません。させるか。エクリプスは破壊させんぞ。まずは未来から来たローグを倒すんだ。この俺が押されているだと。
加速、変輪、ブルーメンブラスト。地球の扉、レオ、エグルスインパクト。アイスメイクハンマー。地球の扉、レオ、エグルスインパクト。行くぞ。ドラゴンが戻ってきたぞ。メイクフロア、ルーシーキリンプ。カント捉え、太陽の剣、ルーシーキリンプ。メイクフロア、カリューのモーカー、別に王ショーハ天空戦、ルーシーキリープ。私にダメージを与える。今だ。お金がねえ。ルーシーキリンプ、天狗の吐き舟。決戦。お前の希望は過去を絶望に変えることなのか。全ての人々は平等に幸せになどなれんのだ。たとえそうだとしても誰にだって未来を選ぶ資格はある。うっ、明日なんて分からなくていい。今日を全力で生きるために。
怖いんだ。ナツ、信じられ、マギナニウム合金の扉を。この後どうなるのですか。計算では未来において扉が使えなくなります。つまりローグはこの時代に来れない。歴史が元に戻る。ドラゴンの体が光り出した。元の時代へ帰るのか。なんだこれは。人間ごときが、人間ごときが。ごめんなさい。時をつなぐ扉を建造したのは私です。あなた方の自然の時の流れを乱してしまった。あなたは400年前に生きるもの、我々は現在に生きるもの。本来争うべき理由が全くないもの同士、それを歪めてしまったのは私なのです。なんだ貴様。翡翠イーフィオーレ。翡翠。そう、あなたの体の色と同じ翡翠です。同じだと。同じです。翡翠の竜よ。翡翠の竜。悪くない響きだな。お前のことは忘れんぞ、夏ドラグニル。ありがとな、おっちゃん。消えた。ドラゴンスレイヤー、誰一人としてドラゴンを倒せませんでしたか。情けねえよな、ドラゴンスレイヤーが聞いて呆れる。それだけ強えんだよドラゴンってのは。おそらくアクノロギアはさらに、いや今はやめよう。勝利って感じじゃねえが、ひとまず戦いは終わったんだ。勝利さん、仲間を守れたんだ。俺の知ってるローグはお前にはならねえ。影、影が俺を取り込もうとする。何度も何度も俺につきまとう。俺の中の闇は消えない。そしてフロッシュを失ったあの日、俺は影と一つになっていた。フロッシュは死ねない。一年後だ、必ず俺に伝えろ。一年後フロッシュを守れと。にフロッシュは殺される。なんか名残惜しいわね。バイバイクロッカス。ずいぶんと長く滞在していたような気がするな。いろいろあったね。そうね、だけどちょっとボロ酒場が恋しいわ。ウル、
からないね。怪我してなきゃいいけど。怪我は時でも治せんようだからな。扉を壊して時を修復したと聞いたが、まずい、人が来た。ジェラールさんとメルディさんですかな。え？ある女性から手紙を預かっているのですが。手紙？まさか。ジェラール、メルディ、ごめんなさい。先の戦いで私はある魔法に失敗したの。そのせいで私の命はあとわずかとなってしまった。でもどうしても最後にお別れが言いたくて。私の旅はここまでよ。思い半ばで先行くことになってしまったけど、クリムソルシエールの精神を忘れないで。それは罪を忘れないこと、それは罪に押しつぶされないこと、それは罪が許される日を信じること、それは人を愛することをやめないこと。本当の戦いはここからよ。ゼレフを倒さねば、また魔導士が悲しみに染まってゆく。私の分まで生きて、そして戦って。老人、この手紙はいつ。私はいつも自分の人生を呪っていた。抑えきれない不安と怒り、そして憎悪。だけど立ち止まって空を見上げた時、私は自分の小ささを知った。そこに広がるのは無限の世界。降り注ぐ最高が小さな私を照らす。まるで私の罪を浄化してくれるかのような優しい時雨の光。私は生まれてよかったと初めて思ったの。私はきっと幸せだった。最後の最後にやっと自分を許すことができたの。魔法、あんただったのかよ。親子揃って俺は、なんで。さようなら、私の愛する人たち。大魔党演武の優勝ギルドを盛大な拍手で迎えましょう。フェアリーテイル凱旋です。たった今、あいさー、すごい人の数。マグノリア近隣からも集まっているようだな。皆さん、応援ありがとうございました。もうシャキッとしなさいよ、グレー様。なんでもない。グレー様、どうしたのか知りませんけど、そんな顔してたら皆さんに悪いですよ。そうだな、あいつの分まで笑ってなきゃな。ありがとう。それでは記念品の贈呈です。
記念品とな。そんな気を使わんでも。フェアリーテイルの皆様、どうぞこちらへ。元通りだ。会社。ああ、もう、わしはこの町が大好きじゃ。何だと？ギヒ。え？おりゃ！ハハ素晴らしい。
すっげえ